さよならさよならすがのさよならさよならすがのってことで、阪神タイガース菅野投手から10点を奪って13対8で勝利やはい、ってことで、阪神タイガース、ちょっと待ってくださいね、こいつねまだジタバタしてるのでね、ちょっと息の根をね、ちゃんと止めときましょう。てい、ってことでね、うさぎちゃんが黙ったところで、行きましょう。初回糸井さんがいきなりツーランホームラン、久しぶりの第2号ホームラン、そして、マルテ選手が、タイムリーヒットで、阪神タイガース、3点を先制しました。そして2回には大山選手、福留選手がタイムリーヒットを打ちまして、5対0となりました。しかしその後1点差まで追い上げられて、巨人に流れが行きかけてやばいなと思ってたところで、福留さんが、ソロホームラン打ってくれました。そして岩田投手に代わった森谷投手が、もう気迫のピッチングで、巨人に行きかけてた流れをもうピタリと止めてくれました。そしたら木浪、大山、梅野選手にホームランが飛び出しまして、菅野投手を KO しました。さよならさよなら菅野、はい、はい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 最高。いや、大山選手のホームラン、いや、めちゃくちゃでかかったね。まあ、なんと言ってもね、木浪選手ね、これで第2号、日本ホームラン打ちましたけども、2本とも、日本を代表するピッチャー、あの、菅野様から打ってるんですよ、これ。いや、すごいルーキーでしょ。まあ、その後、能見さんが丸選手にスリーランホームラン打たれて、まあ、追い上げられるんですけども、まあ、ちょっとね、能見さん最近、フォアボールでランナー溜めて、打たれるってケースが、まあ、ちょっと目立ってきましたんで心配ですけども、まあ、すぐにね、木浪選手が、2点タイムリーヒットを打って、また突き放してくれました。まあ、そうなったら、その後は、ジョンソン投手、ドリス投手が抑えて、13対8で、阪神勝利。先発野手全員安打の18安打、ホームラン5発、いや、阪神強い、いや、いや、いや、あー、強い、強すぎー。はい、ということで、ちょっと待ってくださいね。ちょっとね、準備しますんで、ちょっと待ってくださいね。そして、ね、ちょっと待ってくださいね。今、準備しますんで。強い、強い、阪神タイガース、六甲おろしに誘おうと、蒼天かける日輪の青春の波形麗しく、輝く我が謎阪神タイガース、おーおーおおお、阪神タイガース、フレー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 、イエーイ！イエーイ！阪神、巨人に2連勝しました！イエーイ！よいしょ、よいしょ、ちょっと待ってや、ちょっと待ってや。よいしょ、よいしょ、ちょっと大変、大変や。一人で大変や。はい、はい、はい、お待たせ。お待たせしました。はい、阪神が巨人に2連勝、令和になってから巨人に負けなしです。あよー、はい、ということで、はい、見てください。はい、巨人連敗おめでとうケーキでーす。おーい、ということで、はい、いやー、美味しそう。いや、これはね、いや、もう絶対美味しいよ。だって巨人が負けたから。さあ、いただきましょうね、包丁でちゃんと切って。いや、これはね、まあ2000円、2100円しましたよ、これね。もうろうそくもね、可愛いでしょ。こういう野球のボールになってるんですよ、野球のボール。久しぶりやな、ケーキ。いや、でもね、糸井さんが、糸井さんがね、久しぶりにホームラン打ってくれて、3安打ね、猛打賞、
糸井さんの復活がもう一番でかいですからね。森谷投手もね、もう最初はね、シーズン始まってからはね、負け試合で、投げる時が多かったんですけども、もう最近はね、もう勝ち試合、もう大事な場面でね、投げてちゃんと抑えてくれますということで、いただきましょうかね。はい、じゃあ行きましょう。阪神タイガースの勝利に乾杯。さあいただきましょうね。うまいわ。ああ、いやだってな、巨人負けたから、巨人負けたから何食ってもうまいよ。うん、まあ言うたらね、ね、いやね、正直菅野投手ちょっと引っ張りすぎじゃないですか。ちょっとね、まあ他球団ファンの僕が言うのもあれですけども、巨人ファンの皆さんはどう思うんですか。まあ僕だけ食べててもあれなんでね。はい、行きましょう。あ、ちょっと新しいのね、新しいのにしましょう。ちょっと、はい、行きましょう。はい、はい、あーん、はい、辰則、はい、あーんね、口開けて、辰則、はい、辰則、あーんね、はい、美味しい、辰則美味しいね、美味しいね、美味しいね、はい、はい、イエーイ、イエーイ、はい、ということでね、まだまだね、ちょっと宴会は、続きます。これで巨人と1ゲーム差になりましたよね。甲子園での3連戦も、3立てやっちゃいましょう。いや、このままの勢いやったらね、いや、マジでできるよ。ああ、やっちゃいましょう。一気に抜いちゃいましょう。ね。はい、ということで、まあ、こんな感じかな。ね。はい、学ぶ18号でした。ありがとうございました。巨人に連勝。最高の夜じゃないですか。